皆さんにちろん、ロンリーボーイセッションケニー木村でございますえ。今日はですね、また Adobe の Firefly を使って遊んでみようというふうに思ってます。前回は映像ですね、動画の方で、4ビデオという方で遊んでみましたけども、え今日はですね、この Photoshop にもうすでに標準装備をされた Firefly、えー、これを使ってみたいというふうに思います。では、早速 Photoshop を起動してみます。 えこれはですね、晴海埠頭公園にありました、まあ、テラスといいますか、カフェですかね、えー、の、まあ、ちょっと引きの絵というか、前景の絵ですけども、ここにですね、ちょっといろいろと加工をしていきたいというふうに思います。まずは、じゃあ、この芝生ですね。 この芝生に、えー、池を作ってみたいと思います。えー、場所を指定しますね。ここでだいたいこの辺で行きますかね。この辺に、えー、行きますね。で、そうするとお、生成塗りつぶしっていうボタンがあるので、これをピッと押しますと、まあ、ここにですね、またファイヤーフライの指示ですね。ど,うにどんなものをこう乗っけるかってことなんですけども、ここに、えー、池、 英語じゃダメかな池これで言ってみますで生成ボタンをクリックしますねそうするとこっちの方で3つほど何かこうぐるぐると回り始めました今ここの写真に合う池をですね3つぐらいこう候補を出してくれるということですよ でこの写真のねこの平面の状態角度とか、えー、パースっていう風に言いますなんか奥行きの感じ、えー、これに合わせていい感じで作ってくれると思いますこの青矢印がいっぱいになったら何か提案してきてくれるという風に思うんですけどもどうでしょうかはい出てきましたすごくないですか池ですただちょっと気になるのがこの 映っている、この映り込みとここが合ってんのかなここの部分ってことかなこの三角じゃないですよね。なんかちょっと、なんかイメージが少し違う。じゃあ違うやつでみましょうこれでどうだあ、これはなんだ杭じゃねえか。でも全然違いますね。で、もう一個。あー、枯葉が、あのー、ありますけども。これ実はですね、少し動かすこともできます。ビューっと。はい。 動かすとですね微妙にこの辺があの変わってはくるんですがでもなんか違和感ないっすよねで元の位置にちょっと戻してみますねこの辺だと本当に違和感がない池がこうなんとなくできましたねじゃあもう一個今度は空にですねなんか飛ばしましょうか大体いいじゃあこの辺にしようかなこの辺にえー、せいせい塗りつぶしをして カモメの群れこれで作ってみますはいこうやって待ってる時も少し楽しみだったりするんですよね。これ4ビデオの時も言いましたけども一体どんなものをこう出してくるのかというふうにワクワクしていきます。あ出てきました。結構ですね。合成っぽいですね。 で、別のやつは、まあでかすぎるな、この辺はな。これ、でかすぎるな。こんな感じか。こんな風に、えー、ちょっと不自然ですけども、なんかこう、カモメの群れが出ました。これ何これちょっと意味わかんねえな。まあ、後で足したり引いたり、いろんなことがきっとできると思います。じゃあですね、もう一つこの芝生の上にですね、えっ、ー、と、ビーチチェアーかなんか置いてみましょうか。 はい、よさあどんなものが出てくるのかね楽しみですがこのスピードに関してはやっぱり Wi-Fi 環境とかによるんだろうな速ければ速い分だけあなんか折りたたまれたビーチシェアが出てきたなよおおちゃんとしたやつがありますねこれにしようかあこれがちょっと下手っててなんか使って あ感があるかからいいかなよしじゃあですねこの辺にバーベキューのバーベキューで入れてみようかバーベキュー本来はこの公園でバーベキューはしちゃいけないんですけどもこうやって AI に作らせればですね自由にバーベキューもできるということになりますかねあ出ましたね おなるほどいくつかありますねちょっとこれは不自然だこれはなんかちょっと自然な感じがしますねまあある意味影の方向もこうねえー、右の方から光が照ってて、えー、だから逆側ですよね左に影ができるってこれ実際そうなんですよ。 この時間帯はそういう影の出来方がしてるので、それもひっくるめて AI が考えたっていうことでいいのかなうん。バーベキューセットが、まあ、ここに置かれました。あと何がいい空に、えー、月でも出してみますか。昼間の月。三日月にしようかな 昼間のとということで1回作ってみますまだねちょっとこう不自然なところがあるって言えばありますけどもでも取ってつけた感まではいかないですよねまあパッと見た人が「あ池があるんだこのテラス」っていうふうに思っちゃう人もいなくはないあなんかだいぶ違うなこれはえー、あ候補があるんじゃんあなるほどね これなんかをここでちょっとこう不透明度を薄くしてやるとねこんな感じだと昼間の三日月に見えなくもないっていうことでしょうかねちょっとでかすぎますけどねこれも後で大きさとか調整してやればいいのかなじゃあ普通にこの辺に飛行機でも飛ばしますかえ飛行機旅客機にしようか旅客 実はこの辺りって結構羽田からの飛行機がねあのー、よく見えるところではあるんですがだいぶでかいな <laughs> これはダメだなだいたいこれ何なんだ飛行機にもなってないじゃないかでちなみになんですけどもここ3つ点々があるところに良いとか悪いとかね、えー、これダメ 全くん使用して全く同意してない一致する全く一致してない見えないく全く調和してないこれでフィードバックをしてやるこうやってですね本当に皆さんがどんどんフィードバックしていけばいくほど精度が高まりますからまあそういうところに期待したいというふうに言いますまあこんな風にですねフォトショップだけでもまた十分に遊べるといえば遊べますよね ではですね、ちょっと違う絵でまたやってみましょうかね。はい、今度はですね、この無人のバスケットボールのある公園。ここにバスケットボールプレイヤーを入れると。 合うんじゃないかなというふうな気がしますけれどもなに <laughs> 何これちょっと他の人あこいつはあいいありっちゃありだけどなんか余計なもんが出てきたなここになあこいつはありじゃないこいつなんかボール持っててくれるとねすごくいいんですけどあじゃあ この辺にボール転がしとくかあー、まあちょっと合成っぽいけどまあでもありですよねなるほどねおちょっと変えてみようかこ,こんな感じかあでもな これがが一番自然なな感じがするなバスケットボールのこの上にカラスでも止まらせましょうかねカラスが止まっているどんなふうになるのかなおなんか止まってますけどね こなんかちょっと別のものに止まってんなあらなんか不思議な感じになったなボードをちょっと微妙に追加してるよねこれどういうことあちょっとこの辺を見てもらうと面白いんですけど えー、これがない状態でしょある状態にするとちょっとこの辺の作りが追加されてますよねそれからこれを応用してちょっと別のこうデザインを勝手に作ってるっていうそこにカラスを止めてるっていうことかあーでこの辺の木ですね 木の部分もなんか微妙に追加してる、こ、この後ろ背景なんなんだまあまあでも、こういうのあっても不思議じゃないっていうところですかね。まあまあこんな感じですよ。じゃあここで、えまた焚き火でもしますか。こんなところで焚き火するやつはいませんけどもね。 これ何また不思議なものこれは何にもないよね微妙に芝が変わりましたけどだったらあーこれはまた安っぽい焚き火だなこれはちょっと違う感じがするなまあこんなもんかっていうところです さていかかがでしたでししたょうか今日はですね、フォトショップ版の Firefly をいろいろ見て遊んでみました。まあ、えー、当然ですよ。まあ、まだまだなので、でもですね、これもー,フォービデオの時も言いましたが、また数ヶ月とか半年すると結構、 こうこの辺がですねリアルになってくるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、皆さんがどん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 ちゃんとフィードバックをしてって AI が学習をしていくんだと思います。これからに期待したいというふうに思います。まあ、怖いのがですねこれポービデオの時のお話もしましたけども、実際にはなかったものをこうこういう形で自然に合成できちゃうということはですよ。 アリバイ工作にも使える可能性もあるし、えー、悪用しようと思ったらいくらでもきっと悪用ができちゃうんだろうなというふうに、えー、思います。いい形で、えー、使うのが我々の良心ということになりますのでですね、まあ、いろんなことをこう楽しみながら、遊びながらですね、えー、正しく使っていくという方向で、えー、頑張っていきたいというふうに思います。何も頑張ったか分かりませんけども、それでは。